<laughs> 浦和は天皇杯登録選手に安倍。宮本、両選手の名がベンチになるか。<laughs> <ー>う中島翔平まだなんですよね。まだ登録されてないですよ、ね。あ、そうなの。うん、なんでなんだろうね。そうの、なんかね、一応毎週金曜日にその登録状況って発表されるんですけど。うん、なんかとりあえずまだみたいな感じがあったので。あ、そうですか。次の金曜日に入ってれば問題ないですね。とりあえず。みたいっすけどね。 ねえ。あ、そっか、このミトィークは天皇杯か。それ続いては、えー、浦和の大久保選手。うんうん。これ大久保選手だけじゃないですけど、まぁ、あ、はいはい。あの、ここまでまあ前半戦終わったのは、まぁ、言っちゃいいんだけど、うん、えー、浦和は、まあ一応プレイオフからだけどさ、マリノス、川崎、甲府、浦和はこれから ACL あるのよね。はいはいはい、そうですね。で、去年までの3年間はさ、うん、あの、一定期間をグループステージや中立地に行って、はい。やる、だったけど、はいうん 今年はホームアンドアウェイなんだよね。ああ、ははははなるほど。だから、日本国内をぐるぐるする、うん、あのー、過密日程じゃなくて、うん、アジアと行き来しながらの過密日程になるす,、ね、<laughs> すごいです。<laughs> 大変です。あの、だから、この間我々、あの、浦木さんとね、浦木チャンネルさんとコラボさせていただいて、はい、浦和がこの夏どんな選手を取ったらいいのかみたいな動画も、動画というか配信もさせていただいたんですけど、そうですね 正直、誰を取ろうがの話。うんうん、結局、それだけの過密にって、週に2回の試合がずっと続くわけですから、はい、いわゆる、いわゆるスタメン、控えとか関係なく、うん、チームにいる二十何人の選手全員が出ることになるでしょ全員が活躍できないと、はい、全大会コンペディションを勝ちたがっていけないわけですよね。はいで。なかなかその中で浦和で言われてるのが、二列目の皆さんがなかなか得点を上げられてないっていうのが一つ課題点としてなってるみたいで、うん 確か今、チーム最多得点がコーロキさんとショルツさんとかですからね。だから2列目の皆さんがどれだけ得点できるかってことも、これからの期間、やっぱり重要になってくると思うから、はい、やっぱ去年の ACL とかで考えると、モーベルグさん、松尾さん、あとは江坂さんが得点めっちゃ取ってたってのがあるので、うん、今年やっぱり大久保、小泉、関根、うん、このあたりがやっぱどれだけ点取れるかってことが、後半戦のキーにはなってくるんじゃないのかなと思いま、うんうん、いいですね、アジア取って、しかもこれからっていうね。うん、あのーうん 海外の人も取るけど、若手もどんどん出してますもんね。そうなんだよね。えー、素晴らしいですうら。素晴らしいでございます。うん、木原玲選手ですけど、はい、京都立花高校の、えー、選手になりまして、うんうん、その若い世代は、あの、基本的に最初半年間で、あと多分ね、一回レンタル出すとかはあるかもしれないんですけど、うんうん、実際ね、なんかこの流れしばらくうまくいくんじゃないのかなっていうのが、うんうん、なんとなく見えてきてるところでございます。うんうんうん、なるほどね。 そうすると、浦和って3年計画で ACL 取ろうぜみたいな話してるけど、はい、それ以上に3年以上先の計画までそうなると見据えられてるよねと。一世の若返りじゃないですけど、若手を育てつつあるってことですね。うんうん、なんで、ベテランたちのところ、中堅のところで、ちゃんと浦和っていうところの成績をもう一回立脚させておいて、うそうすると今の若手から中堅組が今度それを引き継いで、うん、で彼らがまた中堅ぐらいになったところで、現状の若手、もしくは新人クラスが 若手中堅レベルは上がってくるからって、そのサイクルをじゅんぐりじゅんぐりやれるっていうのが、次なる作戦が仕込まれ始めてるってことね。そうなんじゃないかなと思いますね、浦和が最近、本当にもう素晴らしく成績を残してるじゃないですか、今シーズン。そうですよね。ショルツがけん引しましたよ。でも僕、いると思うんですよね、ずっとけん引してる男が。秋元選手。ということでございます。歳 早ければ今年代表だと思うのよね。おー、いけますか。うーん。えー、これは嬉しいですね。そうなんです。えー、しかもね、あの、レオ・ハタテ選手じゃないですけど、はい、秋元選手はね、いわゆるセンターフォワード、ウイング、トップスター、ボランチ、サイドバックできますから。あー、そうなんですねで。しかもそれも全部どこでもできて、えー、ね、はい どこのポジションでもいかんなくアシスト。えー。またはゴールにもつなげることができる。なるほど。欲しいよね、はい。そうですね。どんな海外クラブでも。いや、どんなレギュレーション大会でも呼びたいよね。そうなんですおーおー彼が一人いるだけで、だいぶいろんなことできますからね。からここの小泉秋元ってライン、いわゆる J2 から取って、平野選手とかもそうですけど、J2 経験して、 え、この J1 浦和にやってきたっていうね、スカウティングでやってきた組ってかなりやっぱりね、だいぶ成功してるのかなってのが、一つ今やっぱりね、ポイントなのかなってことを改めて感じさせられるところではございます、はい。はい。